長崎市営大橋球場は、かつて長崎県長崎市にあった野球場。長崎市が運営管理を行っていたが、1995年に閉鎖撤去され、跡地には長崎県営野球場が建設された。1974年当時の大橋球場。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成長崎市松山町で整備が進められていた平和公園の敷地内に1951年4月3日に竣工し本格的な共用を開始した。会場当初から高校野球や社会人野球などのアマチュア野球や一般利用のほかプロ野球においてもかつて福岡県を保護地域としていた西鉄ライオンズがオープン戦を行っていたほかヤクルトスワローズも オーナーの松園直美が長崎県出身という縁もあって1990年まで公式戦を年1試合開催していた。また1965年8月8日には第11回原水爆禁止世界大会が開催されるなど野球以外の催しも積極的に行っていた。しかし施設の老朽化が進みフィールド内の安全対策が万全でないことなどが 問題となり、県に関した上で、本格的な野球場として改築することとなった。こうして、大橋球場は1995年に閉鎖され、大規模な改築を経て1997年、長崎県営野球場として開場した。また市は、郊外の柿泊町地内で整備を進めていた、長崎市総合運動公園内に、新たな市営野球場を建設。 翌1998年に、長崎市総合運動公園柿り野球場として、開場した、26試合開催。内訳は、セリーグ25試合、パリーグ1試合。AB 追憶の舞台、開成、堺16連続系、長崎市営大橋球場読売新聞、九州発、昭和毎日、減水金世界大会が分裂毎日 .jp。ありがとうございます。